こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はロスコ社のタックじゃないやクロスドロータックベスト、こちらの各色、こちらを簡単に紹介させていただきます。色はこちらの OD、 そしてコヨーテ、あとはブラック、この3色があります。で、触れ込みはですね、デューティーベルト付きのアタッカータイプのタクティカルベストです。ホルスターや各種ポーチは一通り付属、両ショルダー部に特殊ラバーパッド付きと、でヘビーウェイトポリエステルのフリーサイズであると。うん、いろいろ大きく出ましたけど、まあそんなわけでこのラバーパッドが付いてるわけですね。でちょっと細部からいきましょう。こちらね、あの1本ハードパーツが内蔵されてますね。何なんだろう、結構硬いパーツが1本入ってます。でこのようにラバー製の材質になってますね。でまず左胸の部分、こちらはハンドガンマガジンポーチだと思うんですけど、ベルクロ式で入れるとこのような感じです。よいしょ、はい。そしてですね、こちら3連になってますけども、このようにフラップ部分が外せるんですね。だから長さの調節が若干できます。だからちょっと長めのマガジンとか短いマガジンなんかだともうちょっと絞ったりとか、そういうことができますね。でいずれもこの3つのマガジンポーチに関しては固定です。着脱はできません。でこちらに、その下にはこのようにハンドガン用ホルスター、これが付いております。で、そこにはさらにマガジンポーチが付いているという。これもフラップが外せるタイプなので、このように入れて長さによって調節が可能です。はい、あとでハンドガン入れて試してみましょう。で、こちらのホルスターに関しては漏れ式で着脱可能になっております。で、あとはこちらベルト、デューティーベルトが付いてます、付属で。ちょっと返して。でこちらにはなんとさらにまたもやハンドガン用のマガジンポーチが、まあ他にもツールナイフとかフラッシュライトとかそういうのも入れられるんですけどね、でそんなこちらベルトに横付けできる、お、すごい、こういうやつですね。こんな感じで着脱ができるというマガジンポーチ、これが2本ついております。すごいな。でベルトも当然まあフリーサイズですと、では逆側見ていきましょう。逆側にはですね、まずは同じようにショルダーパッドがついておりまして、一応この D リングもちゃんと両ショルダーについてますね。そしてまあこちらのユーティリティポケットの上にはID パッチやベルクロパッチを貼れるようなベルクロが、ついておりまして、普通にユーティリティポーチになってます。そしてその下には3連、お疲れさん、3連の M4 マガジンポーチ、こちらが付いております。でこれらは、着脱はできません。はい、固定です。でこれもフラップが外せるようになっておりますので、ベルクロで AK とか長いやつも、いけるかと思います。よいしょ、何本入るんだろう、まあ余裕で1本ってとこですかね、無理すれば2本入んのかな。無理しないですよね別に、でも、ギュッと締めた感じでこんなに余っちゃうから、なんだろうな、まあ中にはね、この上げ底をしてするためにポケットティッシュなんか詰めちゃう人いますよね。その方がこう高さが結構上がってかっこいいっていう人います。
そんなわけで M4 のマガジンが3連、まあ一応1本ずつじゃないですかね、うん、です。そしてベルトもいいから両サイド、こちらですね、こっちか、両サイドはこのように3本のベルトプラスデューティーベルト、こちらでの調整になります、うん、で背面、背面も、背面はこのように、まあ、D リングからこのベルクロで高さの調節っていうんですか、うん、まあ、この位置がね、もうちょっと上がいいよとか下がいいよっていう方、うん、いたらこちらのショルダーストラップのところで、うん、調整してみてください。で、あとはこちらドラッグハンドルがついてますね、うん、で、あとはこちらベルクロマジックテープで あのポリスとかスワットなんかのパッチをつけられるように、一応まあベルクロ材が敷かれていて、同時にモレーのベルトもついているので、こちらには無線機ポーチとかいろいろつけられると思います、まあ、こちら背中もほとんどそうなってますね、うん、ということでちょっと私も着てみましょう。だいたい183センチ5個あるんですけど、ちょっとあらかじめサイズを大きくしておきました。よいしょ。そしてまずジッパー、ごちゃごちゃいっぱいあるな。よし、ジッパーがいけそうだ。はいはい、もういけた。あ、まだ余裕ありますね。全然まだ締め込める感じです。ちょっとブカブカだぜって言いたくなってしまいます、ね、そしてベルト、ベルトを締めて、はい、締めました、まあ、あとはこちら。だからもしウエストとかがもっとあって、いや、あと5センチ5センチなのにっていう人は、あえてジッパーをしないで、こういう着方ですか、うん、こういう感じでもありかと思います、はい、まあ、でも僕は着れたのでいいですね。で、これ最大限に広げてるので、全然身長が低い方とかサイズ、うん、低い方なんかも余裕で着れる幅の広いフリーサイズだと思います。で、まあそんな感じでこちらホルスターがついてますね。こう、うん、こう、これはね、ホルスターはやっぱりストラップに関しては人それぞれ位置ありますけど、好みがあると思うんですけど、やっぱり突っ張り気味にしといた方が解除した時にパチーンってなんか弾かれるじゃないですか。その方がいいですね、僕は、うん、いいな。そしてハンドガンマガジンを刺し、うん、M4 マガジンをここに刺しましょう。はい、うん、なるほど、いいですね。なんか質問ありますか、ね、あ、ショルダーパッド、ショルダーパッドはじゃあこちらで実演しましょう。当ててギュッとギュッと、なんかね、なんつうのかな、こんちくしょうっていうぐらい思いっきりこう肩に押し付ける、それでこうサイティングをすると。サイティングってこのね、狙うことですよね。ギュッと、あ、いい感じですね。全然痛くないや、うん、はい、うん、いい感じです、はい、うん、狙えると思います。はい、てな感じで、クロスドロー、ダックベストについて簡単に紹介させていただきました。なんか質問ありますかね。背中一応こんな感じです。よいしょ。よいしょ。うん。ね。パッと。うん。まあこういうところはね、しっかりサイズ調整終わったら、ベッドでユーティリティクリップっていうなんか面白いパーツもあったりするので、そういうので止めるとかっこいいかもしれないですよね。はい。まあ、そんなわけで、
こちらのベルトホルスターマガジンポーチも M4 およびハンドガンのマガジンポーチもいっぱいついて、うん、いいんじゃないですかね。だからよくベスト選んでる方、まあ、最近のね流行りが結構なんだろう、プレートキャリアみたいな流れになっちゃってますけど、あのこういった従来というかな、スワットベストというか V1 タイプとか僕言いましたけど、うん、こういった形のやつもなかなか捨てがたいんじゃないですかね、うん、はい、ということで、なんだ、下の方にリンクを貼っておきますので、クロスドロータックベスト各色ご検討の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。